これが秘伝中の秘伝消防だ。お前もこの術を。ああ、どうしてパパってあんな鈍感でいられんのかね。まあパパが超鈍感ってのは痛いほどわかるけど。人気俳優のボディーガードなんだ。なあ、俺たちと第10班との共同任務なんだ。超モード。おお。男じゃなくて女優さんの警護を担当したいとこだけどな。そんなのどっちでもよくない？よかねえよ。やる気に関わる大問題だってばさ。遅い。お、なあサラダ、その子ひょっとして？うん？お初にお目にかかります。僕、アズマキバンタンです。この人、町長だよ。マジで？町長、君ってフリーだよね。これだから男ってさ、君って自由だねって意味なんだけど。